木製の額縁額縁とは、絵画や写真、賞状等を入れて飾るための枠。フレーム窓や出入り口の周囲につける、化粧木。劇場の舞台に使われる上下左右の区切り。プロセニアムアーチ。本校では主に位置について扱う。語源は、額の円から来るものと考えられる。また、外来語表記では、フレームとなる。 額縁を構成する材料は木材、金属、ガラス、陶器、プラスティック、漆喰、漆、粘土等、様々である。卓上用のもの、壁掛け用のもの、卓上、壁掛け教用のものがある。なお、室内装飾だけではなく屋外用のものも存在する。また、額縁に美術品や写真などを入れて飾れる状態にすることを、額装という、 楕円系の学縁。フランソワ・ブーシェ、ウェヌスとアモル日本における学縁製造業の創始者として、静岡市出身の長尾健吉がいる。東京日本橋の斎藤紹介店員として、パリ万国博覧会に参加。その後もオーストラリア、米国、英国などに出張し、パリにて洋風家具を学び帰国。パリ万博が縁で親しくなった。 山本放水と額縁の研究にあたり、1892年に芝あた町で洋画専門の額縁製造業を始めた。1905年に磯屋商店都市、国内各地の展覧会での洋画陳列や赤坂御所、聖徳記念絵画館などの額縁工事などを手掛けるなど、日本の洋画団に貢献した。ルーブル美術館の巨大な額縁額縁のサイズには比較がある。 ちなみに、ここで言うサイズとは、絵や、キャンバスなどを入れる部分の縦横の内寸を指し、深さの度合いは含まない。もちろん規格外の額を特注することも可能。油彩額のサイズについてはキャンバス主な寸法を参照。実際には、ガフの厚さなどの関係で、木枠の寸法よりも1から2センチ大きめに作られている。ありがとうございます。